Lawson. And Ivan. Ivan. Bart. We're gonna go that place first to take picture of the Shibuya crossing. Let's go this way.地元の人じゃないとわからないところっていうのは飲食店だけじゃなくてこういうところが面白いんだよとか小さなところがすごい外国人の方には喜んでもらえるのでそういったところだとやっぱりガイドが必要になってくるのかなって今後も思いますね。This is actually one of popular club. Let's go Atom.乾杯。乾杯、スコーン、プロスト。英語はうちのスタッフとかうちは誰もいないんで気持ちで伝えてますけど。それでも全然大丈夫。あ、大丈夫ですよ。I think this one you took it. Yeah. But you've just flown over, right? So that might be.It was perfect. Fantastic. Amazing. 東京を別の角度から見てみようというのがちょっとテーマにありまして、昼間中心にやってたんですけども、こう、まあ、東京なので夜も面白いと思って。で東京でしたら街灯があったりとか、まあ、比較的明るいので、まあ、初心者の方でもこう夜焦げるというのは、まあ、なかなかないと思いますね。外国人の方にとっても芝生が生えた岸辺ですごく桜がたくさん咲いててっていう、まあ、綺麗な風景もあるんですけども、鉄骨むき出しの仮設の橋があったりとか、まあ、そういうところって、まあ、普段こうなかなか行かないと思うんですけども、二面性というか、まあ、いろいろな風景見られるっていうのが、まあ、面白いと思いますね。